こんにちは。はい、こんにちは。あのね、はい、俺もね、まあ15万人の視聴者さんからいっぱい来てんだけど、質問が。15人ぐらいじゃないですか。大丈夫？いやいや、わかんない。15万人。15万人らしいんだよ。あ、見てるのはね。俺らのね、うん、はい、あの、リンゴールの秘密は、だいたい隠れがいるから15万人って言われてる。はい。で、その中からいっぱい来てるんだけど、はい、あの、小池先生に特にね、はい、まあ、昔めっちゃ今親指あれしてるから飛ばないけど、いやいや、まだ飛んでますよ、ね、親指ね、まあ、親指怪我する前はもう俺より飛んでた時もあったし、はい、それはないです。あの、よくね、はい、シャフトのしなりは感じた方がいいですかとか、はい、あー、よく言うね、そういう質問があるんですよ、はい、それで結構、まあ、僕も海外のとか日本の YouTube 見ると、はい、あの、感じてくださいとか言うんだけど、はい、俺はね俺意見ですよ、はい、シャフトのしなりとか感じたことがないわけ、シャフトのしなりとか感じたことがないわけ。で、むしろ感じると気持ち悪い。あー、その辺、小池先生の意見。はい。それはね、うん、あの、実際、説明するときはね、うん、例えば今ほら高速のカメラあるから、うん、やっぱりシャフトがこうしなってるの見えるじゃないですか、うん、で、どこでしなってどう動いてっていうことは、うん、説明の中では生徒さんに言います、うん、ただ実際にじゃあプロゴルファーがコースに立ってティーグラウンド立ってドライバー振るときにシャフトをどこでしならせてこうしようっていうのは絶対それはね、ほぼ、まあ、調子悪かったりして何かこう感覚的にシャフトを変えたりとかそういう時はあるけど、基本的にそんなこと考えて打ってる人は多分いないと思います。ないよ、はい、いないです。俺もない。で、ただシャフトじゃなくて、要するにヘッドの走るタイミング的なものは考えてる、はい、あ、そう、だからシャフトでこうなってたまんできてこうやってっていうことは考えてないけど、うん、どこでヘッドが、うん、まあ、それがいわゆる溜まってきてる状態なんだけど、うん、こうリリースされてスピードが出てくるか、うん、加速のポイント的なことでは考えます。で、それはシャフトじゃなくて基本的にリストがこう右手の首が溜まってきますよね、うん、肘も溜まってきてこれがどこで内旋してこう解放されてスピードが出てくるかってことで、ほぼこのシャフトと手首のこの回旋、内旋してくる動きと届けるリリースのポイントっていうのが一緒です。だからシャフトと思っちゃうとあまり腕とか下半身とか使えないで、やっぱシャフトのしなりだけでこうやっぱ手打ちになりやすい。だから今のすごい小立の話じゃないけど、シャフトのそんなの感じたことないっていうけど、まあ、感じれば感じられるけど、そんな意識して打たないっていうけど、まあ、それは本当の意見だと思います。あのね、はい、まあ、ちょっと俺のシャフトがガチガチっていうのもあるんだけど、あ、だから ね、だから、あのしなりを感じちゃうシャフト、例えばじゃあ R を使えば感じますよ、はい、僕もこの辺でブニョンって、はいはいはい、だからそのクラブはダメなんです、合わないんです、タイミングが分かんなくなっちゃう。だったらあの結構自分に適正の硬さのシャフトで、はいはい、自分の体を使ってあとはしなってくれっていう感じ。あ、やっぱりね、そこでね、例えばほらよくシャフトってしなりを感じる今質問もあるけど、うん、柔らかい方が飛ぶんですかとか硬い方が飛ぶんですかって言うんだけど、どうなんだろう、これね、やっぱり自分が思うには、うん、まあ、ドラコンとかでやっぱシャフトとかもすごい研究しながらやってきたけど、実際本当に飛ぶのは、まあ、柔らかいシャフトだとしなりを感じてすごくヘッドスピードも出ると思うんだけど、やっぱりパワーがあって硬いシャフト、まあ、おたてなんかすごい硬いの使ってる、硬いものがしなった時の方が一番飛びますよ、やっぱり。それはだって振動が多いわけだ。そう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 、なので自分の中でどのぐらいヘッドスピードがあってパワーがあるかってことがやっぱ重要になってきます。だから柔らかければ柔らかいほどいいとかじゃなくて、っていうわけでもない。そう、だからさ、うちのさ生徒さんでもさ、女性でさ、はい、レディースから R にしたら余計飛んだ、あの、硬いかもしれないけどしてみたら、はいはいはい、飛んだとか言うよね。そう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 、そうなんだよね、うん、やっぱり重さも関係あるんだけど、うん、やっぱりね、こう振った時のだからシャフトってね、本当に数値だけで分かんないです。分かんないか。そう、だって硬い、例えば表記で R って書いてあるけど、うん、じゃあこっちのクラブは SR って書いてあります、うん、測ってみたらあまり変わらなかったりとか、あるよね、同じ X でも実はこっちはもう全然 S に近い X だったりとか、うん、だからその辺がね、これを見て振っ
ってみて打ってみてやらないとわからない、ね、本当に。じゃあやっぱりその今あの 大きな量販店さんでも工房あるし、はいはい、まあ、もしそうだね、あの工房が近くにあったら、はい、しっかりフィッティングして買うときにそうフィッティングをして、あのそう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 、なんだ R とか S とかを見るだけじゃなくて、そう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 、実際に測ってもらう、そうです、これはすごい大事。そうでやっぱりフェイスのこの帰り方とかも今高速カメラあるから、うん、どこでしかもねどういう風に当たってるかとかもね、うん、全部マイナス何度とかプラスで入ってるとかも全部分かってくるん で、はい、でそれってシャフトを実際ね変えるとねすごく変わってきます。変わってくる、はい、なので、うん、やっぱり今の話戻ると、うん、シャフトっていうのはね、うん、しなりを感じたらいけないっていうのはもうそれはグニャンってきちゃったらもうちょっと動きすぎてる可能性がある。そう怖いよね。そうで実際に打つときに下半身の動きで上体がこう遅れてくるじゃないですか。それで溜まってきてさっき言った右手の角度とかがこう保たれてくる。でその時はシャフトがやっぱりこういうふうにおそらくしなってきてるわけ、まあ、おそらくっていうかもう絶対しなってるんですけど、でそこでのリリースの自分のスイングのタイミングも変わってきます。パワーだけじゃなくてヘッドスピードだけじゃなくてどの辺で、例えばあの詳しく言うとタイプ的にブランコみたいなこういう人、うん、でこういう人はやっぱりあんまりこう距離は出るタイプじゃないけど、うん、曲がらない、うん、あのスイングのリズムも少しこういってこうブランコ的にこう打っていく人、うん、でこういう人のやっぱりシャフトの使い方っていうのはこう緩やかにいく。で、まあ、おだいとか自分なんかもそうだけどちょっと早めのこういうふうにトップ行くか行かないかぐらいのところで切り返してきて溜めてこうやって振っていくタイプは飛ばし屋の方が多いです、うん、そう。で今の違いってリリースのポイント、どっちかというと最初に打ったのってかなりブランコみたいだから、うん、緩やかにトップからシャフトがしなって降りてきて急激な動きをしないってこと、はいはい、で自分とかおだてなんかはやっぱりちょっと振って距離を出していくタイプの人はリリースポイントがかなりもっとね溜まってくるんですごいこっちに感じる。そうなるほどね。だから一概にねレッスンするときも特に女性なんかが今のスイングでバンってできないじゃないですか。そうするとどっちかっていうと大体女性ってこう回ってブランコ的に打ってくるんで結構ここが広くこう、これ昔し死んじゃったけど今のスイング俺の袋に似てるなあれはもうブランコ、ブランコ、まあ、女性は基本的にやっぱりブランコですよ。で今じゃねやっぱりトレーニングもしたりとか女性でももうすごいじゃないですか、うん、スピードが。そうするとやっぱちょっと男性的な動きしてくるけど、うん、やっぱり一般的なアマチュアの女性っていうのはじゃあそういうスイングしてこういったらやっぱ相当なアスリートじゃないと難しいと思う。振り遅れちゃう、うん、そうで逆にスピード出ないですよ。このためからこっからフォローでスピード上げるっていうのは、うん、そうするとやっぱりいくらかこうちょっとブランコ的に振って重さでやってあげた方のが逆に球もちゃんと、やっぱり個人個人そのパワーによって違うのと、そうです、やっぱ我々のあれだね、あの考えとしては、はい、シャフトのしなりを感じてるっていうことはさ、はい、意識はシャフトに行ってるわけじゃない。そう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 、じゃなくて我々が言ってる、いつも言ってるように下半身とかの動きとかで、はい、を意識してるわけだから。そうですそうです。逆にしなりを意識しちゃうと 手にいっちゃうんだよね。そうなんだよね、やっぱ手でタイミングをこうしなせようとしちゃうから、うんうんうん、こうあって体の足の動きでシャフトってこう自然に、そうだからさっき言ったようにまとめるとシャフトの感覚っていうのはプロはみんな右手の手首のたまり方と、うん、そしてそれがリリースされるポイントがほとんどシャフトの動きと一致するということ。なるほど、やっぱね、はい、そのね、ちょっと質問来た人もね、はい、小池先生にね、これやっぱりあれだわ、個人レッスン来た方がいいわ、はい、やっぱりいつまでも悩んでるよりね、任せてください、はい、実際にここに来ていただいてね、はい、まああの、そうですね、大してお金も高くないし、はい、最初はあの体験は安いですし、はい、ただかもしれないし、はい、ただなんですか、ね、分かんないですけど、はい、それは小池さんの、え、ね、俺決めていいんですか、あ、もう決めて、はい、1000円でもいい、1000円でもいい、個人でやっぱり聞いた方がいいよね、見た方がいい、そうですね、見てもらった方が
あの今言ったようにタイプもあるし、じゃあシャフトが一概にかあのしなった方がいいとかね、あの柔らかい方がいいとか、タイミングも違うしスイングも違いますから、あの実際来てもらってね。この先生ね、はい、顔もいいしね。何言ってんの。教え方もうまいし、気持ち悪い。ただ単にね、はい、ただローマの風呂からあのまあ阿部寛さんなんでね、阿部寛さん受け付けないっていう人ダメなんだよ。どういうことですかそれ。全然あのレッスンにそういうの関係ないですから。じゃあ、はい、まあやっぱりしならせるのは体でしならせるんで、はい、まあ下半身ってね、腕とかでシャフトのしなりを感じるとかいらない。そうで、フィッティングが大事。そうです、はい、なのでちゃんとしっかりあのここに来て習うか、はい、クラブシャフトを選ぶときはフィッティングをしてください。じゃあ、はい、なんか今度詳しくはまた聞きますね。はい、わかりました。あの最後まで、ご視聴ありがとうございます、はい、よかったらいいねいいねボタンと、ね、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。